はい皆さん、えー、こんばんはカウンタミニキーナの、えー、YouTube チャンネル三三七十四というお芝居ができるまでということでですね,ですねこちら情報局 33714と題してですね、はいえー、9月の初めから、えー、3日2回ぐらいですずっとこの演劇が今どういう状態あるかっていうのをやっている番組でございます今日第10回目、ね、ということでですねまあ今日は えー、皆さんもご存知だと思うんですけれども、鹿児島ミニキナのこの三3七女子公園に、えー、激震が走った今週ということでですね、知りましたね。はい。ミニキにも結構激震走ったかもしれないです。そうですね、まあ、ニュースとしてね、ねいっぱいあったと思いますけれども、はいまあ、僕らだけ。 のことじゃなくて、まあ、いろんなとこでも同じようなこと起こってるんですけれども、PCR 検査で陽性の人が1人出てしまったと、うんえー、いうことですね。で、まあえー、今日はちょっとその出てですね、結果的にで Twitter、ね、などでももうお知らせしてますが、稽古は再開してます。ではい、あの陽性の1人は 今まあ隔離ということになってるんですけれども10日間で戻ってこれるということにもなってますので軌道は戻ったんですけれどもまあその経緯ですね今日は話しようと思うのはそもそもですねこのまあ番組しようと思ったのがですねその、まあ、コロナで PCR 検査を受けるのがこの劇団のなんかね一つの誰で言ったわけじゃないんだけど ね、一つもそれやんなきゃいけないことみたいになっててまあ各演劇集団ですね、はい、そ,のそれぞれの事情でまあ経済的な事情が大きいと思いますけれどもまあ大きいところだとね毎週のように受けてたりとかですねいろいろあるんですけど、まあ、そういうことをやるとこう要請っていうのが出た時にとかいうことでこうまあ今回稽古しながらもですね公演がこの一発で 中止になってしまうという危険がかなりあったと。はい、でまあそのそういうことになった時にそれまでやってきた経緯みたいなものを残しておきたいというのが大きな趣旨であってですね記録なんですこれコロナのコロナにおける演劇ということのねそういう意味でねまさにいいサンプルになってしまったという、ね、望んではいないんですが。 まさに陽性者が出るといういいサンプルになってしまったんでもうこ今日だから重要なサンプルです今日の配信はねその僕らもその陽性者が出てですねまあやっぱりまごまごしましたよね。 そのどうしてどうこうその後振る舞ってどう行動していけばいいかってやっぱりねいろいろなとこに問い合わせたりねあの演劇の現場そう同じようなこと起こってるとこが今ちょうどありましたから聞いてみたりね人の捨てたよって結局そのいざって時にどんな風になるのかってことは皆さんわからないと思います演劇やってる人もね。 その検査を受けるとこまではあの流れができてたとしてもそういう意味で実際予選者が出たって時にどういう流れで,で、まあ、僕らがどういう状況で出たのかみたいなことをちょっと細かくこう、えー、記録しておきたいし、はい、僕としてはこの今からこのや演劇をコロナ禍でやっていく、まあ、全ての集団といっては、まあ、あのどんな無理なんでしょうけどそのなんか。 サンプルを残しといてほしいんですよ、ぜひ。こんな状態でこんなことになりましたっていうようなね、あの、埼玉でね、あのミュージカルさんなんか結構大変になってますけれども、ね、あれもなんか、全然責める気持ちとか長いし、そのしょうがないことだと思いますけど、やっぱり詳しい状況を知りたいですよね、経緯みたいなのね、うん、なんか避ける意味でね、繰り返すこと。っていう意味で、 僕らの状況をちょっと細かく今日この配信で残していきたいという話していきたいというふうに思っております。はい。で、まあ、はい、そうですね。まず、はい、さんがか結構いらっしゃってくださってて、ゆうちゃんさん、はい、いつも。 いんご心配をおかけしてると思うんですよ。結構再開おめでとうございますっていう、うん、ありがとうございます。いますはい。そうです。ありがとうございます。えー、まあまあ、僕らなんとかね、再開できてますけれどもね、まあ、場合によっては、まあ、その埼玉の底みたいにね、もう公演中止みたいなこともありえたということですので、はい、まあちょっと振り返ってみましょうか。そうですね。まず僕らが稽古を始めたっていうのは、うん、その、 だいぶ前なんです、9月の30日から始めております。はい、で、まあ,あの、まあね、他の舞台立ってたりして、合流が遅れてた人とかもいたんですが、30日から10月の 6, 6日、まあまあ、5日か、5日まで、まあ、ある場所で、えー、稽古をしておりました。もちろん、あの感染対策は。 できる限りりのことはしております、まあ、今もうみんなどこでも一緒でしょうけど検温ねあの入場時の検温で、えー、消毒ですね足の裏の消毒マット、はい、稽古中の頻繁な休憩換気で、えー、稽古場の細かな 消毒ね始まる前に消毒することとかそういうことですね。はいはい、で、えー、完全マスク着用。はいうん、で、えー、スタッフさんも含めて、取材の方とかもマネージャーさんとかも含めて、稽古場に入る人は全て着替えてもらうというこれはあの、やってない人も多いみたいで、なんか戸惑われたりもするんですけれども、うちはやって おりますはいでまあそれを5日までやりましてですねで7日から今いるまあ、実寸が取れる稽古場っていうところこれ地下にあるんですけれどもで、えー、移って同じように、えー、感染対策をしながらやっていきましたええー、7日から全員揃ってるのかな、うん、大体ね毎日ねでその まあいろんな考え方があります PCR 検査についてはねそのそれはね理想論を言いますとあの毎日受ければいいんですよただその高額なんですで今ねあのクラウドファンディングでその無料のねあのプロジェクトみたいなのもありまして、はい、えー、なんかただ全部が全部それを 気軽に申し込めるわけじゃなくてねうん。っていうような状況なんですけれどもまあなんああいう大劇場とかだと週1回や,やってるとか聞いたことあるね。<ー>うんで我々みたいな中劇場レベルだとまあその稽古前であるとか本番前であるとか地方公演に行く前であるとかいろんなタイミングがあって。 それを全部やってたり全部やる財力がなくてっていうところもあったりしてこれ考え方はまちまちなんですねどこがいいのか分からないで、僕の考えではまあその確実なことなんてないのでまあそれぞれの考えでいい,い,いとは思う仕方ないとは思ってるうちもそれは毎日毎週やりたいですけど、うん、そんな予算とてもないんですよね積数も減ってるのでね。 結果的に2回やるんですけど、公演期間中に我々の1回目をどのタイミングでやるかっていろいろね、話し合って、まあ、役者がそうタイミングの問題とかもあったりして、スタッフさんとかも全員その受けてもらわないといけないから、その現場に関わる。で、まあ、一斉に受けないといけないっていうのもあって、9日に、まあ、稽古が要するにある程度始まってたわけですよね。10日間ぐらいやった後に 受けるっていうことになりましたこのことについて、そんなタイミングをかじるという人もいるかもしれないが、まあ、ちょっとそういう考え方ですよね。で、えー、もちろん、そこで何かあった場合に、立て直せる時間も考えての日取りでした。えー、9日に PCR 検査を受ける。た多分その前日にこの1回前の配信をやってるんで、そうですね、はい、あの8日にね。じゃあ9日にやってるのか受けた日にやってるのかあ、いや。 受けたいや、今日やりましたって言っ日でしたもんね。9、ね日,ね、日の夜に、はい、今日ついに PCR 検査を受けましたとか言って、はいはい、はしゃぎ気味の配信をやってで、ねねで、まさか陽性が出ると思ってないから、まあ、分かんないですよとか言いながらも、ニッタニタしながらみんな結果、結果はまたお伝えします、ね。伝えしますとか言って、はいまあ 全然ね出ると思ってないわけですよそのでそのこんな笑っててまあ陽性者出たらもう全然変わるんだけどねとかヘラヘラしながら笑って最後言葉を締めてたんですけどまさにその通りになってしまいましたでちょっとその受けてからすぐ結果が出ない出ないシステムのとこでやったんですねあの郵送とかしたりしなくて。はいで 翌日,も翌日も結果出てないですよね、多分ね。ね日曜日、11日に結果が来ます。で,すはい、で、あの個人でそのお医者さんに登録するっていうシステムだったんですよ。その劇団でまとめてとかじゃなくて。で、劇団でまとめてお医者さんに郵送して、チェックした結果は個人の,そのスマホに。 来るという、うん、登録してねっていうシステムだったんですよね。うん、であの日曜日の11日ですよね。稽古中にそれぞれタイムラグありながらも稽古が止まって休憩になるたびに「ら、はい、っしゃ陰性!」とか「はい、陰性です」みたいななんかいろいろ声が。結構時間差がありましたね。 これやっぱりメールとかのさ、なんか設定じゃないも俺なんかなんか転送転送なんで遅いんですよ。俺なんかなかなか来なかったもん。そうん、で、のうんアドレスで直でね、あのはい、来る人とかいろいろいたんだと思うんですけど、うん、登録したアドレス。で、はい、そのよし、結構陰性陰性で、よっしゃってなっててね、まあ結果から先に言うとひ、1人の陽性者以外は全員陰性だったわけですよ。だから、 どん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 よっしゃよっしゃみたいな結構相当盛り上がってる空気みたいになってきた、うん、ある瞬間に夕方ぐらいですかねまあ4時か5時ぐらいですよねあのまあ発表されてますからもう名前出していいんですけどその内藤泰輝くん主役ですよはい今回今回のもうよりにもよって主役の内藤大輝がなんか。 妙な呆然とした顔をして演出席の方に来まして、スマホを黙って僕に見せて、そこに陽性と書いてあったんです。うん、ほんでまあ、えー、一瞬シーンですよ。なりました、ね。それまではーってしてて一瞬シーンってなりました。うん、で、まあ、まず、これはまあ、もう速行帰れと。うん ということで待機、えー、に関してはもうすぐそこで自分の持ち物を全部持って帰ってもらいまして残りのメンバーでもう一回大規模な消毒を稽古場を消毒しましてでもうそれでもそのもはやどう行動していいのかっていうのがね要するにその分からないと。その保健所に 問い合わせようとしたんですけれども日曜日でかつながんないんですよ、いろいろ保健所ってものとかに、うん、役所系にね、日曜の夕方でもうこれもしょうがないなと、今日はわからない。だからその帰ろうということで、一度帰りました。で、その PCR 検査の,その案内っていうものに書いてある分には、そ,のそれぞれ住んでるところの。 初発の保健所から陽性だった場合、本人に連絡が入るんです。で、それを待つしかないっていう、そでもそれがすぐ行われるかどうかが分からないんですよね。だから、必死で我々としては、その保健所にも連絡しようとしたし、稽古場があるところの保健所とかにも連絡しようとしたし、まあでも全然繋がらないんですよ。日曜日だからね。うん だからもうそのう内藤君の住んでるところの保健所からの指示を指示が彼に入るまでは全く身動きにしようがないっていうことになりましたで、えー、月曜日になりまして言っても、はい、そ月曜日になったら来るんだろうなと思ってたんだけどだ全然来ないんですよ午前中とかでまあ繋がらない っていうようよな話でとにかくでもっとこう問い合わせ先を広げてねそのいろんな市役所系のとことかに聞いたりとかその要は本当に欲しいナトタ大キ君の所轄の保険所とは連絡取れないけど他の保険所とかとは取れたりしてでそこでこういう場合その他の人たちっていうのはどう,どうするべきかっていうそしたらまあ 大丈夫じゃないですかみたいな声が圧倒的だったんですよね。ちょっとこっちの状況を説明して、その感染対策してたし、マスクしてたしっていう、そんな状態でしたけどっていう、大丈夫じゃないですかねみたいな声が多かったんですよ。その稽古を要するにその再開できると。で、僕なんかは PCR 検査を受けてから、その陽性が発覚して本人が家に帰るまで、まあ、 ちちょょっっとととは稽古してるわけですよねね一緒に、ね、丸1日とちょっとぐらい、ねはいうん、だからもう一回やんなきゃいけないのかなとかも考えたしだけど同時に受けて陰性なんで,、うん、で彼とはその、ま、前も一緒に練習してたわけであってで別に誰にも映ってなかったってことだから要するに稽古場では誰にも映ってな,いなかったんだって。 ことででもあるわけですよね検査した日,日には、はい、だからその内藤君がいつそのウイルスどっかからもらってきたかっていうのはちょっとわからないんですけど現状あの彼とも話せてないしかあのその稽古場で広がったものでは一切ないし広がってなかったんですよねけあの証明できたんですよ検査でねただ1日半ぐらいそこから結果が出るまで一緒にいたことは確かなんで また全員 PCR 検査になるのかなとか指示があるかなとか思ってた。そしたら、えー、月曜日のその来ないなと思ってた。月曜日だよね、多分ね。連絡が来たっていう。ああいや、連絡自体が来たのは、そのいいいや。いや、違う違う。月曜日に来たのは、やっとそのその待機の所轄の保健所と連絡が来て、犯人に。 その次の日に火曜日に稽古場に査察に入るってことだお知らせが来きたんです。う,ですうん、うん。その、その、とにかく稽古場の状況を保健所が見るということになったんですよね。でも、その時も、その、他の人、どうですかね。と僕らはすぐ再開したかったから、その、検査をしなきゃいけないんだったら、 すぐしないとまた結果出るまで何日かね止まる。だからでもその時もまあお話聞いてる限りは誰も濃厚接触者じゃないので大丈夫じゃないですかみたいな感じで、でも一応場所は改めさせていただきますみたいなことだったんです。はい。それじゃもう待つしかないなってことで、でもその査察次第査察というか調査次第ではその場でオッケーっていうか。 稽古再開 OK っていうことになる可能性もあったからじゃあみんな火曜日に何時になるかわからないけど OK になったら稽古始めようっていうスタンバイだけしてたんですはいはいそして火曜日火曜日にえー、まあその調査に来たわけですよねでそのちょっと持って帰って会議をしますまあそれは決まってたことなんだけどその,その場では出なくて結果が、はい その調査した人が、えー、保健所に持って帰って、まあ、報告みたいなことがあったんでしょう、それで問題ないということでそして同時にいた人も全員濃厚接触者じゃないし、あのー、2日前にも検査で陰性出てるし検査を改めて受ける必要もないという保健所から明確な稽古を再開していいというお知らせが来ました。 で、えー、そそれ、あ、違う、それそれ十四日か。あれ、一日前、ごめんなさい、今一日ずれました。だから、す、火曜日、だから、まるまる二日、まるまる二日、そうだね、えー。そうそう、まるまる二日休みだと。ごめんなさい。<ー>その、査察行くっていう知らせが来たのが火曜日ですね。そうですね。そうです。ね。そうです。だから、十、月曜日が何にも連絡が取れなくて、火曜日にややっと分かって、で、十四日にその、 調査ににますという流れになっただから2日間まあその大気が陽性発覚して半日ぐらい潰れてるっていうのも2日半ぐらい稽古が止まったってこと、うんはい、でまあ幸いというかうち1日はもともと休みの予定だった日なので、うんはい、実質1日半遅れたっていうだけだったんですよね、はい、でその水曜日ですね14日にその午前中 調査が来て、えー、持って帰って3時ごろかなあの再開していいっていう保健所からの指示がありまして僕ら5時ぐらいに集まってそこから稽古が再開今日はフルに稽古できてるということで,でさらにまあ念のためにといいますかその内藤 君と一番そのな長く2人で喋るシーンがあったり、その手をその触れ合ったりするような、体を触ったりするようなシーンがある役者が一応念のために受けました、あの自,自発的に PCR 検査。その結果も今日陰性ということが出て、なんでもうあの全然大丈夫だっていう状態になって、今日から稽古をしている状態。こういうような経過ですね。 内藤体験に関しては、まあ、多分ホテルだか病院だかに隔離されてるんだと思いますけれども、あの10日間であの出,てくると出てくるっていうのはあれですけど、退院して合流できると、無症状なんです、完全に無症状なんで、元気なんです、本人ね。で、稽古もズームで見てもらってますので、一瞬稽古してると思うんで。うん っていうような状態で今、軌道に戻ったと。はい、おこういうような経緯なんですね。あの日以来、あの日以来、久々に今日稽古終わりにずっとリモートで稽古を見てくれてた大気の声、うん、ありがとうございました、お疲れ様でしたみたいな声聞けて、元気そうでしたからね、うん。そうですね、やっぱり、あの何にも彼が悪い話じゃないんですよ。これ、うん、もしね、まあ、分かんないですよ、まあ。大気、 またその保健所の人と話してるあの詳しい話は知らないから何とも言えませんけど、まあ、当然飲み会なんか一切やってませんし外食もできるだけやめようって言い合ってるし、まあ、別の現場もとっくに終わってるから待機がねだか,ら、まあ、だから電車とかしか考えられないような。うん、うん 状況ではないかと思うんですが、まあ、確たることは言えないですけど100%分かってないんで行動、うん、だけど本当にねななんかえいろんな人だかりのあるとこ行ったとかそんな話聞いたこともないから悪いわけじゃないんですよねもうたまたま誰にも起こりうることが起こってでもやっぱりああいう感じで陽性ってなると本当にす,すいません申し訳ないご迷惑かけてみたいになってって。 ねみんなで「いやいや君があるわけじゃないから」って言ってたけどやっぱりそんな気持ちになるよねきっとね自分だとしたらだからまあそういうのもあってね今日声聞けてなんか「元っ元気で何よりだ」っていうような感じがみんなにもあったんですけれどもねやっぱりなんかあの視聴者の皆さんも<う>やっぱりこの感染が分かった直後に、うん、消毒もう即刻 はすべてて消毒したっっね、うん、とかややぱりいやもうそれは自分たちが怖いからやっぱりその着てるものもぜ全部その時着てたもの脱いでね、うん、どっかによ要するにウイルスがついてる可能性がかなり高いわけだからねうん、うん、でもかなりあれをやって安心感が出てっていうのがあるかもしれないですけどもねうん、まあ、あまあこう、うん、あと何かありますかあの 無症状っていうのを、まあ、検査結果とかが間違いということはないでしょうかって、まあ、もちろんね。いや、はい、ありますよ、PCR 検査っていうのは100%じゃないです、その、うん、陽性がそもそも怪しいんですよ、うんうん、偽陽性っていうのがよくあってね、で、それを理由に PCR 検査なんか意味ないって主張するような人もいます。 かなりの3割ぐらいの陽性の確率あるんですかね、3割か、ちょっと自信ないけど、結構大きいなと思った記憶が。だけどまあ、僕らが今やってることっていうのは、もう100%なんて無理なんですよ、このコロナの世界であらゆることがね。だから、できるだけ確率を減らしていく、できる限り、そのね、感染するっていうことに尽きるので、うん、まあ、間違いだ、なんだ、だったらまあ、それでいいわけだし。 うんまあ、全然無症状なんだから、まあ、それは良かったなと思うしまあ一つ、まあ、この話で、まあ、なんかあれなんですけど、うん、強調しておきたいことはこれなんかね表面だけこうお知らせになっちゃうとまた劇団でコロナ発生みたいな見出しにはなるんだけどこれは違うんですよそのコロナが稽古場で蔓延した話ではないんですね。うん、その それだったら問題ですよ。そのクラスターが発生したら、それは演劇の稽古のあり方が問題になるかもしれないけど、じゃなくて、たまたま演劇の稽古場に感染した人が紛れ込んでたっていうことなんですよ。演劇の現場と関係ないんです、だから。で、その、うん、なんで演劇の現場に、そこで、まあ、結構、安部沙汰君とかもありますよね。なんで演劇の現場にそういう陽性だって発見されるって大きなニュースは、なのかっていうと、 調べるからですよ、ね、p c、ね、我々が、うん。それはお客様の前に出る前出る過程においてねやっぱりその何かこう不安を与えてはいけないってことでやっぱり演劇は僕はそ,その各団体真摯な態度だと思いますよ。そのできる限りそれを貫いてそ,のそんなの知るかっていうような 演劇の集団あんまり知らないからそのやっぱみんな真摯にね向き合ってしょっちゅう調べたりするんですよねだから発覚するんですよ普通に普通の生活でかかった人がね、うん、ナイト体験の場合もそういうことだと思いますはいそれでまあ無症状なんで結果的にまあ そんなの別にそのままやっても変わってた変わなかったんじゃないって言われればその通りなんだけれども、うん、やっぱりそこ,こをし,しっかりじゃあ10日しっかり一応離れてようよとか保健所のしっかりした保証というかそういう発言を得ようっていうのもこれも本番お客様に対して不安を持っていただかないための手形みたいなものを取ってるっていうようにお考えいただければいいと思います。<laughs> なのでそのでそ このことでね、まあ、うわ、カムカムに行くのちょっと怖いね、みたいにはならないでほしいなっていうのが、まあ、なる人はしょうがないんでしょうけど、その、そうなるのはちょっと論理的に変だよっていうような、あのそこはちょっと落ち着いてもう一回考えてみてくださいと、カムカムの現場が変だった話ではないですよ、これはっていう。なので、お客さんには不安がないように、それだけ徹底して、えー、お客様に対しても、 本番の劇場では対策を取りますので、まあ、7月の公演でもね徹底してやりましたので来ていただいた方は分かると思いますけれども、まあ、今回鈴なりという狭い空間になりますが東京はよりそれで、ね、あの皆さん心配にならないようにいろいろやってますのでまあなんかこうあそこはコロナが出てみたいなこう,こう短絡的に思わないでほしいなっていうのは。 これは僕らだけの劇団ではのことだけではなくてね、演劇界のその、うはこう陽性発覚して稽古が止まったとか、本番が、ね、何日かとか、うわ、なんか病気が蔓延してるみたいに思わないでください。そのクラ,クラスターじゃないんですよ。クラスターも一部ありますよ。一部、埼玉で起こったこととか、ちょっと何か問題があるのかもしれないけれどもあの、調べてるからボツボツボツと、そしてニュースになるからですよね。うん、芸能ですからね。まあ、というような。 ことで、えー、推移したとまあちっちゃい劇団でもその、まあ、こういう陽性者が出たってことでそのうわもうこういう評判立ってしまってもう中心せざるを得ないやっていうようなニュアンスもひょっとしたらあるかもしれないのねでもそのまあそれを避けたいっていうかこういうちゃんと手順踏んで保健所にしっかりとあのいいんですよ っていうようよなことをもらえばあの、そして日数があってねちゃんとその陽性だった人もまた戻ってこれるあるいは代役他のの役者立ててやれるとかいうことであればなんか中止にそんなにしなくてもいいんだっていうことですよ。うん、そのスケジュールでそりゃ、ね、本番の1日前とかに主役がとかになったらそれはしょうがないんだけど。うん っていうような、えー、経緯でございましたね。はい。まあ、なんて言うんですか。保健所,保健所なんだってことですよ。うん。<構>保健所なんですよ。判断は保健所。うん、だから保健所の判断が、またたまたま2日空いて、その次の日に来たからよかったですけど、うんうん、その連絡が来なかったら。忙しかったりしたらね、<や>ちょうどその、そ,ね、その、 セクションの陽性者が多かったりしたら、また稽古が何日もずれ込んでいったりすると、今度は我々みたいな。演劇の場合は初日に間に合わないから中止とかが出てきたりもするわけですよね。なんか保健所のね。その濃厚接触者のそのあの規定っていうのはね。そのまあ換気とか消毒とか検温とかしっかりしてた場合、そのマスクなしで15分間。 密接にいたってことなんですよ、ね、そうでない限りは濃厚接触者とは考えないんですよね。でい,いわゆるテレビとかでよくニュースで出てくる、うん、濃厚接触者っていうのはそのマスクなしで15分以上一緒にいたっていう状態なんです。ですよ今でそれが演劇の現場でまあマスクを取ったらそういう マスク取ったとしてもねまあ2人芝居とかだと分かんないけど15分間同じ人と近接でいるってないよね。ないですね。うん、で,だでまあにしてもね本番の舞台で僕らマスク取ってやると僕らは濃厚接触者になると思います。もし陽性者が中から出た場合。だけどお客さんにはならないそれも距離が離れてるし。うん、なんで。うん、で稽古でねマスクして。 基本的にまあもう皆さんマスク取ってやってるっていうのはないと思うんですよ、今ね。うん、でマスクしてあのフ、フルのマスクね。あの、今あの、半分のこういうやつはダメってなってます、保健所で。マウスガードって。マウスガードみたいなあの半分のやつは意味ないってことで、うんあの、マスクと認められないみたいです。あのちゃんとした全面のマスクかフルフェイスにしないといけない。うん、で、それで、ね、それを取って稽古場で15分間。 密接にいるなんてまあないですよって思うよね。まあちょっと考えられないよねどういう状況か。だから、うん、ミュージカル座さんの状況は気になるんです。どうそういうこと、なんであそこまで広がったかっていうのはね。うん。だけれども僕らの現状を考える上で稽古場でそんなことはほぼない。結局マスク取って15分間以上同じ人といるっていうのはまあ居酒屋ですよ。 <laughs> まあ最<初>食事したり飲んだりもですからね。結局マスク取るってことはね。あと家族ですよね。なんかまあそういうことでまあ話を聞いた限りやっぱり演劇のその現場そんなに蔓延する危険はそんなにないと思います。<laughs> 稽古場には。うん、で本番中はまあ確かにあるかもしれないけれどもうちうちね舞台上はね。うん。それもだからまあ ウイルスを持ち込まなければね、うん、っていうことですよね。うん。それがまあもうみんな気をつけてるんですけど、僕らも。その、でも電車がしょうがないんだよな、電車とかバスっていうのはな。ねはい、どうしても、うん、どうしてもある一定時間、うん、ね、その同じ人同士で、まあ、マスクしてるにせよね。はい、うん。あと、してない人もいるしね。うん、うん。どうしても、その、 かなりの数の不特定な人が触るつり革とかあるからねうんなんかまあ気をつけてはいるんですけどちょっと待機みたいなこともちょっとありえるということですよねうんまあでもこの無,、まあ、無症状っていうのがね多いですからね最近ねうんまあそれ楽観はできないんですけれどもまあ気をつけてやって いいくしかないな自分たちの身を守るためにっていうようなのはありますけれど舞台上から客席に対しての危険はこれはないと言い切れますね、はいうん、であとは客席のお客さん同士ですよね、はいうん、これはあのこれももうしゃべんないとか徹底してもらえれば大丈夫だと思いますもう前だけ向いて黙って見てればであの、はい、前も言いましたけど 東京の鈴なりは、えー、一石おきをはやめましたけれども25センチあの椅子と椅子を離しますのでこれも劇場と話し合った上でのルールなんでけ結構まあ横とは離れてる雰囲気にはなるとで大阪はあのお7割ぐらい入れるって感じなんでまあ隣になるところもあるとは思うんですけれども うんまあ、そ,そんなにぎちぎちの席じゃないですからね、あれもね、あそこ、うんまあ、そんなに不安はないと思っていただいて、でもちろん検温、消毒、換気、本番中も換気タイム設けます。ちょっとその分、芝居長くなってしまうのはありますけれども、換気タイム設けて、あのー、やりますので、えー、まあね、演劇、いや見てて、演劇のお客さんで暮らタたっていうのは、今ないですよね、きっと 一回もね、多分ね、ね演劇の稽古とか本番ではあるけどね、その座組の中でね、うん、でもお客さんがっていうのはあんまりないです。森ル以,以来ないですよね。なまあ、みんな気にしてるし、舞台と客席もあのかなり話してますから、うん、まあ、うん、大丈夫だと。 安心していただきたいなということを再三申し上げるみたいな、うん、我々としては演劇業界としてね、うん、申し上げて今日ニュースで見てたらもう横浜球場満員入れるって言ってたねだ野球ももう野球も帰省してるスタジアムもまだあるみたいですけど、うん、横スタみたいにそういうのもあるみたいですねハマ、うん、スタみたいにねんかあの実験するってなんかそのな何割がマスクしてないかとかを とかそのどこが、うん、その出入りの時に密集するかとかの実験を政府がするって、うん、あ,のあの西村が言ってたよ。あでもドイツとかではもうなん,かなんかコンサートみたいので、うん、そういうそうやってるよね。まあオリンピックに向けてなんでしょうけどね。そのまあそういうふうに結構世の中。 その映画もそうですけど、うん、そんなに一席開けることはあんま意味ないんだっていうことがね、うん、分かってきてんでまあ劇場とか映画館とかっていうのは普通に思ってる以上にそのその建物の資格を取るために換気のレベルがかなり高いんですよ、うん、で僕が聞いた話では焼肉 の次に高いらしいですよ、うん、劇場ってあ、そうです。その。焼肉。許されるラインが。<laughs> は,いはい。焼肉。の次ですよ。うん。うん、これはすごいです、ね。だ、これかなりのレベルで。換気ってことがチェックされないと、劇場って立って、立ってないっていうか。ね、うん、な、そういうらしいです。映画館とかもそうなんです。うん、だから、あの、これってあんまり、だから、ま、窓がないじゃないとかね、地下だったりすると思うかもしれないんだけど。 そもそもそういうふうになってますっていうことをちょっとお伝えしておきたいなっていうのはありますかね。うん、ちょっとチャットを今あの見させていただきました、ねえー、あの客席、お客さんの席同士での感染なども、うん、結構やっぱりお客さん自身も、うん、あのいろいろ対策しながら行って、うん、結構もうちゃんみんなねそ、それぞれが、うん、もちろんその、 一演劇作品一緒に作るわけですからお客さんとあれなんかまあそれぞれがそのしっかりとその警戒してもらって、うん、やってもらえれば、うん、演劇はできてできるよということですね。サルメのリレーの時も本当に<お>あのお客さんが入って開演前の時間とか本当誰も喋ってなかったでそうそうそう,そうでもねあれねあの7月のサルメのリレーの時はそうでしたし、うん、まああの 僕が人から聞いた感じではその、まあ、知り合い同士も、ね、演劇やってるその客席でももう喋らずロビーでも喋らずっていう感じだったって聞いておおと思ってたんですけど、はい、僕が8月になんか見に行った時は演劇人がロビーでバンバン喋ってましたあれはよくないあんなやってる方がああいうことしちゃいけない。 うん、面会禁止とかしてる意味ないもんね、あんなことしてたら。即行帰るべきです、<laughs> もう<え>辛いけど、挨拶とかしたいけど、演者さんと喋ってないんだよ、その舞台出てる人は誰かと会っちゃいけないって気にしてるから、うん、そうじゃなくて、居合わせたお客さんどうし、うどうもどうもみたいなことを、うん、がちょっと戻ってきてるなって、8月に思ったんですよ、うんで。それはちょっと良くないなと思いました、僕、自戒も込めてね。うんうん だ以来もう見に行ったらもう誰を見つけようがすっと黙って帰ります。うん、もう挨拶です。挨拶もなく帰ります。うん、え挨拶ぐらいは。うん、挨拶ぐらいですね。まあ、ね、もちろん認識でできた。でも、挨拶するとなんかさ、ああ、まあそっか。だからかに、うん、もう、あの見て見ぬふり、いや、そうだったって言わ言われたのよ。 サルメのリレー理念の時きに、反激、はい、人同士がそうだったって言われて、ほうって思ったわけですよ、<ー>感心したんです。それをやっぱりちょっと緩んできたなっていうのがちょっとあったりもしたんですけど、一回。うん、でもまあ気に、気にしていった方がいいなと思いますよね。うん、すごいあの、チャットを参加してくださる方に、うんはい、9月に感激,感激する前に自主的に検査を受けてから行ったっていう方も。 いらっしゃったそれは素晴らしいですね。はいえー、それはすごい。うん、そこまでね高いのにねうん。だからね、本当に、はい、あの,あのうちも次の PCR 検査でお世話になる PCR 拡充あのプロジェクトですか。はい、あの無料でねあの演劇とか芸術の人が、うん、あの PCR 検査を受けられるようなクラウドファイディング立ち上げてるんですけど、はい まあねこのこういうことがもっと広がっていってね、うん、その外国みたいにねその無料に近い金額で、うん、まあなんていうんですかインフルエンザのワクチン程度の金額でなんかチェックできるっていうふうにすればすればねた旅行も増えるだろうし。あ、うん、あのねあのね 経済が回ると思うんですけどね、なんでやらないんだろうって、ね <laughs> 本当ね、いや、僕は反対する人も知ってるから、なんかまあ、あ<の>そ,それはやっぱり行政のこと言うんだよね。その、その検査は100%じゃないから、だけどさ、って思わないねえ、なんかそ,その、おかしな行政になってると思いますよね。そ,のそうすれば、ねえ、みんな、いや、僕だって、その、ねなかなか、 実家とか帰りづらいんですけど23000、はいね、円で検査できるんだったらして帰りますよねそ,その間新幹線乗るから意味ないとかは思わないですよ、うんうん、だからなんかそれでまあよもし陽性になったらまあ反対する人はそこで陽性になったら病院とかに行かなくちゃいけないじゃないホテルとかそれが要するにキャパオーバーになるってことを言うんだけどそでもなんかなんとかして。うん バランス取りたいですよねっていうようなのもありますけれども演劇業界としてはちょっとずつ今だから席を一席飛ばしにしなくていいってことからもうちょっとずつ客も増やしていくしっていうこう復活していこうという流れにありますのでんまあ僕らもそのこの要請が出こ一つのね要請が出たらもうダメなんだっていうんじゃなくていやいやあのちゃんとあの一定期間隔離して他の人は 濃厚接触じゃないからまた稽古してっていうようなパターンをちょ,ちょっと当たり前というか、うん、そのみんな当然起こるような感じ、うん、なんかみんながそういうふうになんか思えばいいなっていう、ねうん、気がちょっとしてますね。うんまあ、今回「鈴なり」っていう劇場で先ほど松村,さんも松村さんおっしゃったように。 あの、換気の時間も本番期間中も、小ネギさんですかね。はい<ー>。あの、鈴苗さんは、隙間風が、あのー、 あそうですね、だから換気環境としては、割といいのではないかと、うんうん。ちょっと寒い恐れがありますけど。まあ、寒い恐れもありますので、うん、ぜひともあの、うん、防寒対策なども、うん。そうですね、防寒だあの、開けたりしますから、そうですね、防寒、ちょっと気にしてもらった方がいいかもしれないね。うん、2室外気とも、うん、外気でまあ11月だもんな、寒くなるもんね。なので気をつけていただいて。うん まあ、大阪とかもきゃ換気はもう完璧でちゃうなのね、デパートとかも。だから、あのー、それこそ、その、劇場、だって、焼肉屋の次に換気環境いいわけですよね。うん、だって、デパートなんて換気いいに決まってるじゃん。そう間違いないですよね。で、松本に至っては、結構新しい劇場でしょ。はい、だから、最新鋭だと思いますよ、はい、設備。 公的施設ですもね。うん、そう、公的施設ですからね、これは強いです。さあ、はい、雑工園時もそうでしたけど、ねはいさ。さらに上がるんですよ、その、うん、あの、許可するラインが。うん、はい。だから、まあ、換気は、まあ、大丈夫だと思います。鈴なが寒いことだけがちょっと。<laughs> っと寒いかもみたいなことだけですけ。うん、お分かりいただいけるのでぜひと、是非。まあ、この、この例を言った、あれか、ね、その。 演劇っっててスモークって出るでしょ煙あれって、その、ずっとあそこあるわけじゃないでしょ。その一回、もし換気されてなければ、はい、あれなくならないはずなんですよ。ああ、そうですね。確かになくなるでしょ。あの、う、はい、わってなんか、魔法のランプとかから煙出ても、はい、そのままあるわけじゃないでしょ。んで、あのずっと煙い状態が持続されて、 照明をきれいにするためにそういうこととかもするんですけど、はい、そ,のそのためにずっと煙出し続けたりしてるんですよ。でもそれはなくなるからです。なくなるから出し続けるんですね。うん、っていうぐらい割とやっぱり、うん、あの換気はしてんのはまあ僕らがやってるのは当たり前なんだけどね見てる人はあんまり、うん、実感がないだろうから、うん、ちょっと。うん 思って頭の隅に入れといてもらえれば安心して見てもらえるかなっていうな,な,なんかその煙みたいなのがなくなってねえなと思ったらちょっと不安になっていただいても構わないな,なくなってねえなと思ったらあの霧のシーンとかわざとですそういうことなんでわざとやってるんですそれあの煙がねこれもあんまりお客さんはわかんないことかもしれないけどねあのライトからライトが線みたいになることってあるでしょなんか こううね、そこ綺麗でしょ、照明のその、ふわーって煙、あれは煙がある程度ないと見えないんですよ、うん、あの線っていう。あ,あれは大体欲しいんで、みんな、クライマックスとかに。大体出すんですけどもね、えー、今回も使うと思います。はいはい、でまあ、そんなとこん、なんかありましたかいやいやいや、もう、でもそんなとこで。そんなとこでね、あ<ー>そのまあ、ちょっとこういうことがあったんでね、まあ、この配信では。 安心ししててほしいってことをもう一回言いたいたのとさもう一回再開してますからご安心をってこととまあ他のご同業の人にまあこうやってクリアしてやっていくっていうようなことがまあなん,なんていうか当たり前っていうか,か軽いことになっていけばいいなっていううんことで PCR をなんかクリアしていってもらえればなという一つのこの実際陽性が出た時の様子をちょっと伝えたかった。 ことが今日はあります,そ,す、ね、それでそのうち,とうちの三三七十四ですねもう絶賛稽古中結構もうその陽性が出たあの日であの半分2幕なんですけど1幕、ねはい、1> 換気タイムまでがその段取りができましたで、まあ、芝居は段取りだけじゃないんですけれどもそのうちの場合段取りだけと言ってもいいぐらい <laughs> 段取りのパーセンテージが多いんですよ大変さの <laughs> 段取りの。 労力9割ぐらいですあとの1割は役者の感情の流れとかなんですけど <laughs>、うん、普通逆なんですけど、うんすね、普通は役者の気持ちを作っていったりなんですけどうちはその役者の気持ちも何もどうするんだっていう状態になるんでそれが半分もいったんですよね。 <で>はい、そこからあの今日もやりましたので結構進んで最後までもうちょっとって感じのとこまで来ましたかなりの、はい、あのまあ何て言いますかねハイスピードなお芝居ハイスピードで目まぐるしいお芝居にかなりなると思いますあの場面がもうセットは動かないけど場面はくるくる変わる <laughs> くる動きますねあのうちの まあ見てる人は分かると思いますが棒とか布とか板とか大活躍でですねあの狭い空間所狭しとですねまあ所狭しともうほぼ全員ずっと出てるみたいなんでやりますからまあもうこれは言っときますあの舞台上は密です。 もう、それはもう、僕らの表現の要なので、そこはやります。もう、そこで、その僕らの中でもしね、なんかがもう広まってしまったそれはもうしょうがない、中止します。あの、その覚悟の上で、本番はやらせてください、それを。お客さんには映らないようになってるなんで、うわ、密だって引かないでください。もう、わかりきったことです。まあ、サロメの理ーもそうだったと思いますけど、よりその、鈴なりの空間で見ると、 すっごい人数がずっと出てるみたいに見えると思いますので、まあ、あのそ,そういうもうちの芝はそういう感じなんで、その分出演者たちはもう過剰にあのやっぱ感染しないように心がけていそうそう過剰に生活を心がけてますので、はい、まあ、本当に居酒屋ってものにね、3月以来1歳ってないよね。 外食は俺何、数回ぐらいあったけど、もまあ、それぐらいみんなね、ほんで、ほとんどの移動自転車でしてます、僕の場合はね、<laughs> まあそういうス、<laughs> スーパーだけですよ、だから僕、危険なとこが。はいはい、だからスーパーもほぼ閉店間際に行くから、ほとんど誰もいないみたいな、そ,そういう生活をずっとみんな、それなりにね、やってますんで。はい 安心してもらえればと。そしてその三三七十四ですね、えーはい、いよいよチケット発売。これ毎、毎回この番組では言ってきましたけれども、はい、このコロナでね、や,やっていく上で、まあ、いつ何が起こるか分からない。まあ、あり得に言うといつ中止になるとか延期になるとかになるか分からないから、チケット発売をギリギリまで伸ばしました。はい、で、17日、もう伸びません。 えー、もう伸びませんいろ、えー、んなこと起こったんですけど、はいあの、予定通り17日の土曜日ですね、あさってですか時、朝10時からですね、えー、発売ということになり、はい、31日が本番ですからね、もうすぐなんです、発売から。で、まあ、あの一松模様ではなくなったとはいえ、客席が、その一席飛ばしではなくなったとはいえ、 あの結構少ないです席はふ、うん、普,普段の鈴なりの満員と比べると、はい、だ60何席ですよねかマックス68かな6六十5ぐらいだと思ってください席がでいつもの鈴なりって100近くいくもんね満員、はいうん、だからまあそういう意味で少ないワンステ当たり少ないとも言えるので、うん、ちょっとこういう まあイナイト・大樹くんなかなかの,そのレミゼの、ね、レギュラーですからねあのコアな熱烈なファンの方もいっぱいいると思います。あの何回も見るような演劇ファンの方もそういうファンも持ってると思うんで大樹は。うんまあ だけど、その待機がコロナになったりしてるんで、まあ、どう,どういうふうに、ちょっと僕ら、予想つかないんです。売り、売れ方が、売り、はい、売れ行きが。うん。でも、まあ、今までのことを考えても、その、土日のチケットは早く行っていただいた方がいいのかな、って鈴なり特に。はい。鈴なり特に。うん、っていうのが、あの、思います。平日はいつも、いつも多分、そんなに。 動かないんだと思うんですけれども、うん、土日を目指してる方ちょっと結構17日にもうチャレンジしていただいた方がいいのではないかというふうにですね、うん、思いますねでまあ松本ワンステージしかないんでっていうのもあるけど平日の昼だからねまあそんなに、うん、<laughs> そんなにいかないから松本は松本の劇場の 案内などを参照していただいてちょっとあの主催が違うのであの値段なども違いますのでね、はい、え発売日はでも一緒です17日です、はいはい、大阪もそう一緒ですからねで東京と大阪に関しましては、えー、パン全席パンフレット付き 6500円ということになっております。パンフレットももう出揃ってきましてですね、ちらちら見てます、まあ。なかなかやっぱり読み応えが、まず僕の冒頭挨拶っていうのが、5000文字っていう、なん、ね、だそれっていう、5000文字です。あの、三三七十紙の台本が5万文字ですよ。その10分の1ですからね、ど相当な量ですよ。まあ <laughs> なんか原稿用紙にしたら、あれですね、<稿>10枚以上。 そう,そ,ううん、そうですね。5、うん、五千文字のボート挨拶をはじめですね、えー、僕と八島の対談という初じゃないですかね、演劇。カムカム史上、2人の対談っていうのがあります。で,すねはい、で、それぞれの,その参加者の、まあ、コロナの演劇、えーまあ、カムカムのメンバー はサルメノリレのこととかも書いてますしさまざ、あ、まなこういろんなことが書いてあって充実しているものがもう全席にもチケットに付いてますで6500円ということにちょっと鈴なりとしてはお高いんですけれどもこの状況とパンフレットつけるってことでなんとかご理解いただきたいっていう僕らとしてもこれそれでも赤字覚悟の講演になっておりますこれは、えー、なんとか。 完売でもああの赤字覚悟ですからね。これううん、平日ももう一石残らず売れてもね。だからまあ、ちょっとご理解いただきたい、ちょっと高いなって思われる人はいるかもしれないですけども、うん、なんとかご理解いただいて見に来ていただければと思いますし、ちょっと地方で無理だとかあの、どうしてもそのコロナのことで、ね、あの、先前回も言いましたけど、会社から、 劇場とか行くなって命令が出てる場合とかあるんですよね。そう,ねまあそういう人もいると思います。その配信があります。すね、え6回ありますのでね,でねあの。今日からホームページの方で特設ページっていうのができてますから、そこに配信のことも詳しく載ってます。うん、えそういうのちょっと見ていただいて、配信はちょっと安いですしね。何、ね、とか見ていただければいい出来にな、面白い芝居にはなってると思いますので。 えー、ツイッターなどで出演者などもいろいろつぶやいておりますのでね、そういうのも見ていただくと、なんか期待も高まるのではないかなと思いますしね、はいえー、またこの番組でも出てる役者をまた交えてね、なんかいろいろ内容のこととかも話していきたいなというふうには思っている次第でございます。はい、17日、はいね、土曜日ですよ。 配信のチケットも17日に同に日から同時に発売。まあ、配信はそんな早く買わなくても別にいいんですけど、はい、あすね。はいうんまあ、発売はしますので、うんうん。というような状況でございます結構あの、チャットの方では、17日当日、サーバーは落ちちゃうんじゃないかなんて言ってくださ 言葉ですけどそん,、ね、そんなことは一度もうちの劇団では今まで起こっていないんですけどまあでもまあそれぐらいね期待をしてもらえればというまあなんかもしかしてこの妖精のニュースでこの公演に興味を持っていただいた方でこれを見てくれた人がいたらですねまあちょっと三3七十死というですね えー、幕末にフランスのアレクサンドル・デュマの「三重詩」という芝居小説をお芝居にしてパリ万博に出品しようというこのパリ万博に日本江戸幕府が出品する話は史実ですそこにちょっと虚構を交えて三重詩がその時代に連載されてたのも 史実ですそこに、えー、歴史上の人物が出てきたり架空の人物が出てきたり、えー、演出はカムカム流にですねいろんなめくるめく場面転換をう演劇的に素材のみで見せていくことの限界に挑戦するみたいアナログ人力の限界に挑戦する映像は絶対に使わないというですねそういう <laughs> 名物表現 の中に、えー、清水宏さんとか池田由紀子さんとか今奈らくんとかですね、えー、もう面白い役者さんが、えー、やっててくれてますので、もう面白いと言っていいと思います。もう8割ぐらい作ってますが、今んとこ退屈な時間は一瞬もないですからね。うん 泰くんももちろんあの復帰して、また、うん、参加してくれますけどもそうです、大生もでもは、もうあの彼、非常に、まあ、今、ね、初めて知るようなことではない、ファンの人はよく分かってるけど、非常に優れた俳優です、頭がよくて、非常に物分かりもいいし、経験も積んでるし、あのちょっと10日間のブランクがあっても、うん、すぐに追いつけると思います。うん、はい であのもうねこれ言,言っちゃったりしてますけどももうあの台本上ね歌がなかったっていう話になってましたけどまあこれね歌がありますあるんですあね <laughs> で歌が大器の歌はありますありますねゆっこの歌はありますゆっこさんも歌ってくれますはいえー、どのようなタイミングでどういうふうに出てくるかは言いませんけれども、うん、歌は ありますありがとうございます。これもね、ちょっとぜひとも、ああるんだと。お結構皆さん反応してくださいませ。やっぱりね、それ歌声聞きたいでしょう、皆さんね。いっぱいないですよ。ょ本当に、ちょっとですけど。それだけは、はっきりと言ってくい。っぱいないですよ。もう、その、絞ってますから。うん。ワンチャンスに絞ってますからね。はい。ありがとうございます。じゃあの、ね、そろそろ、あの、もう、 ええ十二時回るというで、そそそううすね。もろか、いろいろね、あのチャットの皆さんでも、あの十七日、え歯医者さんの予約ずらして、チケットをりますと言ってくださる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。仕事休んで来てくださる方もいらっしゃる。まああ、もううしい。で、あの、ね。松本に在住の剛さんとかもね、は松本公演楽しみにしてますということで。まあ、もう松本公演ね、ね剛さんも知り合いですけど、多たあの ね平日の昼ですけどぜひ <laughs> <で>ぜひ時間が合えば来てほしいです、ね、お仕事休んできてくださるってことな、うんで海ミ,ミさんですねウミウミさんそうですね、うん、いやもう演劇はもうこうなったらねお仕事休んでいくべきものですよ、うん、もうこの暴言のようなこと言いますが <laughs>、えーまあ、いやそういうぐらいのことに今後なっていくんじゃないかな、うん、その、うん、単なる暇の時に行くようなものではなくてなんか これが大事な人がもうそのためには全て休むみたいなものに、うんうん、僕はなっていくような気がしますし、ね、そ,それゆえのなんか濃密なまたね求めてる人とあの一緒にステージ作れるっていうような、はいうん、濃密感が出せるんじゃないかなと思ってますね。 補足になっちゃうんですけども、本日からね、あのー、物販の方で、えー、<う>物販グッズの第2弾ということで、あの、あ出てるんですね。ニュー T シャツがね、えー、<あ>本日から。T シャツ、えー、あの、1990って旗揚げの年が書いたやつだけじゃなくて、もう1種類出てるんですね。で,すで、のあの、それはもう、あのー、前の、えー、配信などでもう実際紹介はしてるので、 はいえー、改めては、えーまあ、ないんですけれども、えーあの、50周年の記念の T シャツ、えー、50周年あ生<あ><あ>誕 50, で、ね、50周年であり。松村 生誕50周年です。で、松村さんと八島さんの50歳の記念の T シャツのデザインなどもできておりますので、ぜひともその物販のハムヤ本舗という。現物の写真がもう出てるのそれ。現物の写真出てます。あの、私、先ほど確認いたしました。じゃあ、ぜひとも。コアな古いファンの方は。げのの人 うん、50周年という、あのー、古,いの古いファンの方に限らずねぜひともあのチェックしていただければ昔はあの最初の10年ぐらいは2人で漫才するコーナーが必ずあったんで、ね、ありましたねこういう漫才コンビみたいに捉えてる人が <laughs> そ,それが古いファンっていう意味なんですけどあ<ー>なるほど、うん、そういう人にはまあなんかコンビが乗ってる T シャツみたいなことですよね,すねええー ブルース・ブラザースをイメージしたというふうにおってましたけど。ああちょっとじゃあせっかくなんで、あの、そのデザインだけ最後見せてもいいですかねちょっとあの長くなっちゃって。見せられるんですか見せられます。あの、ちょっと今、あの共有の、共有の画面で今、ちょっとお見せし,しまこの番組でその共有のやつ、成功した試しがないんだけど。いやいやいや大丈,夫あの大丈夫です。あの、前回、前回、あの、物販班と一緒にやった時に、ああ 成功しておりますので、ちょっとだけね、あの変なの見えちゃいますけども、今。変なのが見えるってちょっと。これで、ちょっとだけ僕の、こちらになります。こちらですね。この八嶋さんと松村さんが、50ね50歳。ね、こういうのが。 いいという人は、はいうね、ぜひですね、こんな感じになってますね。んなじなまあ、50歳、僕と八嶋君だけじゃなくて、まあ、あの今ならさんも、家、はい、田幸子さんも50歳ということで、その同世代がね、えー、節目に頑張って、コロナに打ち勝とうと頑張っておりますので、ぜひお楽しみにしていただければなと。 思います。はい。じゃあ、そんなところかな、えー、今日は。そうですね。うん。またあのー、もちろん、これで最終回というわけではもちろんなく。そうです。あの、ちょっと、本当はね、三日に一回ぐらいやりたかった、今、もっと早くやらなきゃいけなかったんだけど。さすがにね、陽性問題で、いろいろはっきりしないことが、ちゃんと報告できるまで待とうという。今日になりました。はい、また、あの、短いスパンで、いろんな人が登場して、今、どんな。 感じだっていうのでお伝えしていければと思ってますんで、はい、本当に演劇が本番を開けて、うん、本番中もあります、こういうのがね、もしかしたら。ラグビー終わるまでね、ラグビー終わってからもあるかもしれないですけど、うん、あのまあ、こういうず,ずっとあのアーカイブが残ってますから、はいあの、これをたまたま初めて見た人も、うん、ぜひ暇つぶしにラジオ感覚で 1, 1から ずっと聞いてもらえると本を書き始めた日から始まってますから台本を書き始めた日からなんかいろいろいろんなことが起こってっていうのがすでに結構なこれだけでもドラマになってますよね。うん、<で>本当ですよだって <laughs> この妖精になるとか激烈なドラマになってるんですけどんかもし。 続けて聞いていただけると面白いんじゃないかなっていう。うんはい、チャンネル登録していただいてね、ぜひ。チャンネル登録してる方は、はい、ぜひとも、えーはい、他の皆様にも、ね、拡散していただいて、情報うね。うねはい、ちょっとでも。なんか面白いよ。よこれる、はい、っていうようなね。なかなかないと思います。一本の芝居がこうできていく実況中継なんていうのはね。まあ、コロナだからやってます。で、まあ、コロナでその想定してた、まさに陽性になった我々が。 同事者としてですね、またさらに実況中継していくと、この乗り越えて本番にたどり着けるかということでですね、はいえー、見守っていただきたいと思います。それではまた、はい、あの次回の配信をお待ちいただきます。またあのちょっと直前の配信になるかもしれないですけども、よろしくお願いします。直前の告知ね。はい、告知は直前になるじゃあ、今日はこれまでということで、チケット発売よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。 <laughs> すいません。<laughs>